さんこんにちは、今日は1月28日です。先日のウルオンプランターですね、同日に実は写しているんですけれど、このようにね、なったブリリアントピンクアイスバーグちゃんですね、この発泡スチロールを3分の1入ったところで育っていました。それをねウルオンプランターの中に入れたまま、約 5年か6年かかなぐらいね育っていました。よく咲いてくれました。今年も引き続きねそれで行こうと思ったんですけれど、40日間お水やりをしてなくてカラカラになったついでにね、解体しようと思って解体しました。土はねこのようにね少しね落ちてきているんですよね。そしてこちらですね、6年間使用したウルオンプランターこういった感じになってますね。ここに根が入り込んでということでここは空間ですね。はい、ちょっとね花が少しね、曲がって落ちるのかな、それともね、こちらをね押し付けて育ててましたのでここにねくぼみができたのかどちらかはよくわかりませんけれど、とりあえずこれにねもう一度、植え替えてみたいと思います。ね、ヒゲ根のこうもっと細かいヒゲ根ですね、こんなんですね、ふわふわなんですね。毛ってじゃない根っこのね毛ってねヒゲ根ですね。はい、こんな感じですね、ウルオンプランターの中のヒゲネちゃんです。取っていきます。6年間重いねバラを育ててきたこちらのウルオンプランターですね、ちょっとね問題発生いたしました。言いますのがねこの板ですね、先ほどもこうたるみがあるとお話ししましたけれど、これをこのままポンと入れちゃうとこんだけ隙間ができるんですよね。はい、買った時はねピクッとなっていました。あ、気がつかなかったです。初めてね6年間7年間か、ウルオンプランターと付き合ってきて初めて気がつきました。ここにね筋があるんですよね、実はこれねきちっとはめなければならないです。上にきちっとねちょっと変形してるんで押さえてでもここにはめるですね。こちらもですねここにはめる、ちゃんとねこのはめる溝があるんです。ここ溝の溝とここの溝のとこですね、ここからここのところここからここのところですね、きちっとはめればまだまだ使えます。あと6年間ぐらいは使えそうですね。はい、じゃあはめてみます。いい具合にねはまりました。この横のとこですね、この部分をグッと押さえればはまりますね。両方ねはまりました。新しく買われた方もただ置いてるだけではちょっと土が入りやすいのかな、もしかしてこの砂がね外れてることもありますのでね、新しくされる方も気をつけた方が良いかと思います。ブリリアントピンクアイスバーグちゃん、リキダスの千倍希釈液に約2時間つけておきました。これでねたっぷりお水は吸えたかと思います。それでは植え替えをしていこうと思います。お座敷の横の、軒下に持ってきました。ウルオンプランター、はい、これから植え付け開始です。今日は、底面吸水プランター用の土ですね、こちらを使ってみようと思います。元肥としてマガンプ K ですね、これを 50g 混ぜ込もうと思います。こんな感じで混ぜ込みました。リキダスにつけていた、苗ですね、こちらのビビリアントピンクアイスバーグちゃんをこちらに、置きました。
ですね、この時も方向ね、前と反対にしました。なんとなくね、こちらの方がしっくりくるので、このように置いてみましたよ。はい、ではね、ここのところ、ちょっと水平に見てみますね。こんな感じでね、ちょうどいい感じですね。ここが見えるので、ここまでね持ってきます、土を。そしてね、この時我が家はね、もう密なので、ここに先にくくりつけて誘引してから土を入れたいと思います。こんな感じです。くくりましたので、次の土を入れようと思います。マガンプはあらかじめ混ぜております。すっかり忘れてました。こちらのですね、これをつけるの忘れてました。これは計算白土ですね。 フレッシュっていうんですかね、商品名は。商品名のじゃないんですけれど、こちらはね、作ったんですよね、粉々を。ミリオンっていうんですかね、これを、砕いたものです。これをね、まぶさなければならなかったんですけど、忘れちゃいました。これをまぶしますね。ミリオンってですね、これを潰しました。ここにね、こうかけてあげて、はい、根腐れ防止にもなるようです。一応ね、これやってみたかったんですね。これなくても多分いいと思いますけどね。一応巻いときますね。本当は全部ね、まぶした方が、はい、どうせするんならまぶした方が良かったですね。はい、続きを入れていきます。ちょっとだけね、土が足りない感じはするんですけれどね、どうなんでしょうか。ちょっとお水入れてみますね。では、つけていたね、リキガスを入れたいと思います。上から上げていきます。入ってきましたね。やっぱりね、ちょっと足りない感じですよね。隙間にね、入っていくので足りないんでしょうね。足りないので、ちょっと用意したものがあります。こちらにね、これが余ってるんで、ちょっとどうしようかな。はい、すいません。こちらのね、根腐れ防止剤が入って、これ観葉植物の土、これを入れますね。はい、あくまでもこれ、これがいいっていうんじゃなくて、なかったから仕方なく入れる分です。土としてはね、雨がよく似てるんですよね。感じ、こんな感じですね。こちらは赤玉土、ピートモス、雪堆肥、その他と書いていますね。観光性の肥料も入ってますね。濃い土で約1センチぐらいね、入れてきました。ほとんどね、ウォータースペースいらないですので、それで良いかなと思います。それではお水をあげていこうと思います。今回は上からあげます。1ヶ月に1回は上からあげてくださいという説明でしたので、そういたしますね。こちらの説明書きにはね、2から3センチのウォータースペースと書いてますけど、ね、とても2から3センチは取れないんで、上から1センチぐらいですね。ウォータースペースなくてもいいかなっていう感じでやっています。でね、月に1回程度は土の上からも水やりを行ってくださいと書いてますね。なので、上から上げてみます。でもね、もうこれ剪定しちゃったでしょう。葉っぱないですし、休眠期に入ってますのでね、
3月の初めぐらいまであと、50日ぐらい大丈夫かなと思っています。はい、では上からまた上げていこうと思います。感じですね。ちょっとね、引きが悪いですね。水はけがちょっとね悪いんじゃないかなと思われるような感じですけど、でもこれでいいのかなと思って実験をしてやっております。はい、こちらでちょっと中を見てみましょうね。まだでも下の方は1センチぐらいしか水が入ってない感じですね。はい、あ、今きれいに見えましたね。はい、これが17リッター満水になればここからオーバーフローするはずですね。オーバーフローまでやっていこうと思います。17リッター満水になったみたいです。このなんか浮いてますでしょ。今までねこのような現象来たことないんですけれど、あまりこう粒子が細かいから砂から落ちてくるんでしょうかね。ちょっとね心配要素はありますね。はい、オーバーフローしてきましたので給水をやめたいと思います。こんな感じです。しっとりしてね、水をあけたらこれバーライトでしょうかね。なんかちょっと浮いてきちゃいましたね。